Salut tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Soldier Soul, partie 34, Hades, sur ce beau visionnage. メウをハーデスの手先として、死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかし、それで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かに数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモは以前出会ったことのある人間。まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負け、待てて殺しに来たというのか。サン、カン、シュラ。その通りだ。そこをどけ、ムー。相手は誰であろうと、 毒気はないようだな。ならば排除するまで。わからん。何故ハーデスの軍門などに。どけ。どかぬなら排除するまで。 はい、どうしたというの。どうもよ。覚悟。クリスタルフォレボリューション。ただフォレボリューション。ただフォレボリューション。ただフォレボリューション。 アテナへの忠義の証を言うことは何もない。俺の邪魔をしてやる。切って捨てるまでよ。もう一度だけ言うと、おとなしく我々を手に入れる。ここを通りたくない。私を殺すしかない。デスマッチ、アフロディーテと戦っているのはここまでだ。ウィナー、あなたの魂を、 血の涙を流して慟哭するのを感じました。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。ここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。 もういいシュラ、私が変わろう。神、なぜ私たちが戦わなくてはならないのだ。ゴールドセイントの使命は何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。はい、と神。 お前までもか。クリスタルフリージングコピー。砕け散ったとしても。フリージングコピー。 いかにお前といえども、我ら三人の全て相手にはできまい。なかなかやります。覚悟はない。この覚悟から先へは一歩も通さぬ。その傷では、もはや戦えまい。氷の棺で眠りにつくまい。もう行かない。たとえここで力尽く運命だとしても、神。なかなかやります。ただこれを許してみせる。 ただフォレボリューション。お前ほどの俺だけハーデスに触れるのだ。神、ただフォレボリューション。
当に魂を失ってしまったのか。私は自分のすべきことをするだけだ。アテナに歯向かう。ウィナー、あなたの魂を血の涙を流して慟哭するのを感じました。なんもう気を引き締めねば。もういい、カミュ。ヌーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。カミュ、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのがこのムーには感じられる。まさかお前たちは。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!